ブラウンシュバイク急戦艦、ブラウンシュバイク急戦艦、ブラウンシャバイグクラスは、ドイツ海軍が第一次世界大戦前に建造した、全土急戦艦の艦級で5隻が建造された。そのうちヘッセンは1916年のユトランド沖海戦に参加した。本級の船体形状は、波の穏やかなバルト海での運用が主であるため、海防戦艦的な水面から還元までが低い平ら。 看板型船体を採用した。水面下に昇格、ラムのついた艦首から、艦首看板上に28センチメートル砲を収めた、連装砲と一機を直置きした。その背後から上部構造物が始まり、基部に司令塔を組み込んだ、操打環境と全部ミリタリーまっすぐが立つ。船体中央部に等間隔に立つ三本煙突の、周囲は関西艇置き場となっており、 煙突の間の片弦一本ずつのグースネック、カモの首型クレーン系2機により運用された。3番煙突の背後に、後部ミリタリーマストと、後部司令塔が1機ずつ立ったところで、上部構造物が終了して、後部甲板上に2番手砲塔を後ろ向きに1機、配置した。副砲の17センチメートル単装砲は、原則甲板上に、砲塔形式で2機、 原則ケースメート配置で5機ずつの片原7機で計14機を配置した。この武装配置により、監視方向に最大で 28cm 砲2門 17cm 砲4門、原則方向に最大で 28cm 砲4門 17cm 砲7門、完備方向に最大で 28cm 砲2門 17cm 砲,砲,17砲4門が試行できる計算であった。 本級の手法には、新設計のクルップ千八百九十三年型 s k l ンチメートル四十口径砲を採用した。ドイツ海軍は、主砲の口径の大きさよりも、射撃速度の大きさを優先し、速射砲を積極的に採用していた。前級までは二十四センチメートル速射砲を採用していたが、本級に至って二十八センチメートル速射砲が、 実用化できたため、光景が増大することになった。ただし、他国海軍の戦艦と比べれば、まだまだ光景は小さい。その性能は、24センチメートル砲では140キログラムであった砲弾よりも100キログラムも重たい240キログラムの砲弾を、行革25度で15,900メートルまで届かせることができる。この砲を新設計の連想法等に収めた。 この手砲塔は、手砲身の不要。砲塔の旋回は主に電力と水圧で行われ、溶弾や茎は電動式である。補助に人力を必要とした。砲身の不要能力は、行角30度、深く4度である。各砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。装填形式は自由装填方式を採用しており、 どの角度からでも装填ができた。発射速度は毎分2発であった。本級の複砲には 17cm 砲を開発し、クルップ1906年型 SKL4017cm40 口径速射砲を採用した。これは他国海軍の平均的な複砲の口径よりも大きいものである。ただしこの複砲の砲弾は乗組員が扱うのには重すぎて、 迅速を欠き、むしろ発射速度の低下を招いてしまい、ドイツ海軍の基本方針に反する結果となった。その性能は、従来の15センチメートル砲弾の45.3キログラムよりも重量化された62.8キログラムの砲弾を、行角22度で射距離14,500メートルまで届かせることができる性能であった。方針の上下角や旋回角度は、 搭載形式により異なり、砲塔形式は、行角30度、深く4度で160度、速ケースメート配置は、行角22度、深く5度で80度の旋回角度であった。発射速度は、どの形式でも、毎分5発である。他に、耐水雷低迎撃用に、8.8センチメートル、45口径速射砲を、単装砲がで18機装備した。その他に、 対艦攻撃用に45センチメートル、水中魚雷発射艦を単装で艦首に並列で2機、原則に、片原2機ずつ、計6機装備した。1番艦のブラウンシュバイクは1901年10月に、キールで起航し、2番艦のエルザースは同年ダンツ比で、起航した。1902年4月に、ヘッセンが、キールで起航し、その後プロイセンが、シュテッティンで起航した。 同年12月にロートリンゲンもダン地比で寄港した。ブラウンシュバイクは1904年10月に竣工し、その1ヶ月後にエルザースが竣工した。ヘッセンは1905年9月に竣工し、プロイセンは12月に竣工した。最終巻のロートリンゲンは1906年5月に竣工した。第一次世界大戦が始まると、ブラウンシュバイク級は、 第4戦隊に配属され、その任務は沿岸防衛であった。1916年にヘッセンが第2戦隊に配属され、ユトランド沖海戦に参加した。1917年までに旧式化著しい、本級は全艦が戦闘任務を解除され、補助艦艇に変更された。兵員不足を補うため、乗組員の多くは小艦艇の乗組員として、 配置転換され、ブラウン・シュバイク、エルザース、ロートリンゲンは訓練艦となり、ヘッセンとプロイセンは、総海定母艦に転換された。ベルサイユ条約により、ドイツ海軍は、土球戦艦の保有が事実上不可能になったが、艦力の古い全土球戦艦は許され、本級では、ブラウン・シュバイク、エルザース、ヘッセンの三艦が条約より保有を認められたため、 再び戦艦としての任務について、ワイマールドイツ海軍の主力艦となった。これらは沿岸防衛艦として近代回収される予定であったが、この計画は放棄された。1931年、ロートリンゲンとプロイセンはスクラップとして廃棄され、翌1932年にブラウンシュバイクが廃棄された。エルザースは1936年に廃棄された。ヘッセンは、 標的艦へと改装され、第二次世界大戦後ソ連海軍に捕獲され、1960年代に廃棄されるまで標的艦として使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。